皆さんこんにちは。ニューヨーク J1 不動産の山部亜希です。本日は皆さんの大好きな街ブラシリーズ、そしてお待たせいたしました、ブルックリンです。ブルックリンの中でどこを最初にね、皆さんにディープにご紹介していこうかなと考えた時に、やはり今ダントツ人気、そしてダントツにお引き合いが多い場所、グリーンポイントをご紹介していきます。それでね、グリーンポイント、グリーンポイントっていうと皆さんね、こちら住んでる方は黄緑色の電車 G トレインが走ってる、本当にグリーンポイントって駅があるにはあるんですけれども、長く住む私からするとですね、そして不動産業者の私からするとちょっとね、皆さんとなんていうのかな、食い違いが出ちゃってるかなっていう感じで思っています。そういうことも含めて本日はここをご紹介していきます。今私はですね、 L トレインのベッドフォードに立っております。ここから北に向かって歩きまして、G トレインのグリーンポイントまで歩かせていただきますけれども、この間にですね、マッカルンという公園があるんですね。その上の方を本当のグリーンポイントって言うんですけれども、最近レストランを開きたい、ね、この辺ちょっと出店考えてますなんてお引き合いも多い中で、皆さんがね、思っているイメージとして持っているのはこのベッドフォードの北側なんですね。実は、グリーンポイントの一歩手前を境といたしまして、雰囲気がガラッと変わっていくんです。そのあたりも含めて本日、お約束ですけれども、街をブラブラ歩きまして、ドラドラ喋りながらですね、皆さんに今この街で何が起きているのか、ホットな情報をお届けしていきたいと思います。それでは早速ベッドフォードアベニューをですね、北に向かって歩いていきますので、お付き合いください。エンジョイ。ベッドフォードをですね、上がって、まあ、昔からあるお店であったり、ね、新しいお店であったり、比較的やっぱり入れ替わりも激しいんですけれども、まずですね、ここお約束で申し訳ないんですが、マーターズカントリーベーカリーがあります。ここ私一回取り上げてると思うんですけれども、ここのケーキ本当に美味しい。で、他のお店と比べるとここはですね、クッキー系とかも本当に充実しているので、ベッドフォードの方はおすすめですね。今日はですね、撮影わざと平日に差し込んでるんですね。と言いますのも、週末もうね、歩けないのよ。すごい人気で、すごい人気です、この辺。もう若い子たちの情報発信の場になってるから、言葉悪いけど意味もなくたむろしてる子も多いよね。意味もなくね。そして余裕で信号無視をする山部引けるもんなら引いてみろまあこの辺のね、グラフィティも本当にブルックリンらしくていいなと思いますけれども、あそことか、あのね、ここの辺、あのブルックリンヴィンテージってもう本当すっごい昔からある老舗なんですけど、もうね、ベッドフォードといえば代名詞、もちろんバーです。とにかくバーだらけ。そしてその次はですね、古着屋とレコード屋なんですね。いまだにですね、この街私が知る限り 4,5 箇所レコードショップあるんじゃないかな。そしてもうエブリコーナーに古着屋ですよね。もうベッドフォードといえば古着屋、本当にあのシグネチャーになってるお店、確か1箇所途中寄れそうなので皆さんご紹介しますけど、うちの娘もわざわざここまで古着買いに来ますね。さすがに、あのなんて言ったらいいんだろう、あら、工事してるわ。ここね、曲がりたいな。I think we can cross. 車来てないか。Can we cross? Yeah. Thank you. Thank you very much. Uh-oh. Not a good idea then. I'm gonna go that way. Hold on a minute. はまっちまった。そうそうそう、あそこちょっと紹介しようかなと思ってます。ここに今ね、ノラってなってるお店は、大昔は、名前どうしちゃったな、違う名前だったんですけど、もう先駆的な25年ぐらい前からここタイですね。で、ここ左、カメラさん、ここ左、これを紹介しないわけにはいかないのです。ここにですね、緑屋というスーパーがあって、
肉系のもの、まあボトムなものって言ったら失礼ですけど基本売ってるんだけど、結構ね店員さんも実は日本人の方がいたりして、なんで山部がここ上がるかっていうと理由があるの。ここ皆さん知る人ぞ知る、ここね、この緑屋さんの隣にレコード屋があるの。私が紹介したのは緑屋さんじゃないんです失礼ながらここね、さっき私言いましたけど、とにかくレコード屋が多いんですよ。で今レコードブームでしょ皆さんね。うちの娘も去年のクリスマスプレゼント一番欲しいものってあんたレコードプレイヤーですよね。時がな、あの時代が回るってこういうこと言うのね。ちょっと工事してるけどここ戻りましょう。ベッドフォードアベニューを歩いていきます。で、もう一箇所ですね、つい最近オープンして、これもパークスロープ寄りなんですけど、めちゃくちゃでかいレコードショップがオープンしてね、今すごい話題になってますね。レコード捨てなきゃよかったね、ものすごいたくさん持ってたんですけどね、まさかこんなブームが来ると思わなかったんで。あ、今通れるかな。じゃあこっち行っちゃいましょうね。ちょっと工事の車があれなので。それでもうね、まあ、ニューヨーク長い人はご存知だと思いますけど、そもそもなんでこのベッドフォードがこんなに火がついたのかっていう話で、ことの発端はやっぱアーティストですよね。ソーホーというのは今でこそ高級地おしゃれな街の代名詞になってますけど、ソーホーってね、大昔、それこそ私が住む昔ですよね、もっと前はあんまりお金がない、あのアーティストたちが住んでいた場所なんですよね。それがもうどんどんおしゃれになっちゃって、アーティストが住めなくなったことからこのベッドフォードに移ってきたんですよね。ところがベッドフォードが今度は逆に商業地区みたいになっちゃって、どん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 高くなっちゃったので、やっぱり当時はパパママのねストアとか、小さく始めた、なんだろう、一人でやるジュエリーのお店とかたくさんあったんだけど、大型チェーン店みたいなのもね増えてきちゃってね、高いんですよ、本当に高いの。もう本当にね、エブリコーナーにバーですよ。大昔やっぱりすごいね、かなりこう、なんだろう、スピークイージー的なかっこいいクラブって結構この辺にありましたね。なんかね、名前忘れちゃったな、クラブ入り口何にも出てなくてライティングだけがねついてて、今日の色は何色だよっていうことしかなんかメンバーに教えないんですよ。今日はピンクとか、そういうのが分かってる人しか入れないという、なんかね不思議なクラブに行ったのを今思い返してますけれども、かっこいいね、昼間から飲みたくなるね。いやでも映像ねさっき見せましたけど、週末はねもうね、ベタな言い方すると原宿竹下通りですよ、すっごいの。 あとねここね昔からこんな感じなんですよ。でね、皆さんここピース&ラブとか書いちゃって、一見お花屋さんに見えるんですが、これねただの家なんですよ住人同士がね協力してやってるんだそうです。すごいよねここまで来るとね。を歩くかな。これね今ねちょっと我が社も目つけてる賃貸物件なんですけど、めちゃくちゃかっこいいでしょ。ここね、でもねマンハッタンと同じぐらいです。スタジオがもう4000スタート、ワンベッドも5000スタートですね。もうちょっと高いかもしれない、でもそんな感じですね。本当にもう、で前半はねこうやって街ブラしまして、後半はいつも通り物件の紹介していきますけれども、今後ねかなり開発が進んでいくだろうと思いますけれども、ブルックリンのね良さ、
ブルックリンへの熱い思いがないとね、やっぱねちょっとブルックリン住むのはハードル高いかな、ね、はい、これで右斜め前に見えてきたのがマッカレンパークですね。あ、ここのタワーも昔からあるよ。ここはもう典型的なあのトラックドライバーみたいなのがたむろする強烈な結構バーで、ここはもうあれですよ、あの週末とか昔は、今でこそなんかねおしゃれな子たち飲んでるけど、昔はハーレーとか乗りつけて、もう分かります、サングラスでレイバンでヨーヨーみたいな、もうタトゥーの人がよく飲んでた。ここはね、このマクラーレンも今人少ないですけど、もう週末すごいのよ。バーベキューしたりテニスしたり、あ、こっちそう、確かテニスできるのね。ちょっとじゃあですね、こっち行こうかな。はい、すごい、でも開発のスピードですね。私もちょっとだけ久しぶりに来ましたけど、ものすごい勢いで街が動き始めてる。でも本当にあのどの街もニューヨーカーってそういう感じなんだけど、やっぱりねここのベッドフォードとグリーンポイントはこの街を本当に愛しすぎてやまない、もう若者たちが自分たちで形成していったっていう、もう典型的な街づくりですよね、これはね。本当にマンハッタンより高くてもあえてここに住みたいって人、本当私の友達も多いですからね。はい、ですね、この目の前にコーダっていう、一見カメラさんがね多分上ブーって舐めると普通になんかベランダとか見えるからマンションに見えると思うんですけど、これ実はホテルです。コーダホテル、かっこいいでしょ。ここはね、プールもついてるんだけど、正直今私の頭の中であと 2,3 箇所ホテルペラペラ喋りますけど、このめちゃくちゃ高いウィリアムズバーグの中では安めだと思います。ここは多分、ここはね300切る形であるんじゃないかな。そう、このねカクテルバーとかも若い子たちがハンガーランドするには最高な場所なんですよね。若くなくても行っちゃう山辺自分で突っ込んでみた。ね、住んだらね本当楽しいと思う。私もその仕事とか娘の学校とかなければね、一回住んでみたい。で今ねこうやって適当にこう G のグリーンポイントに向かって歩いてますけど、グリーンポイントがあるその G トレインってなんでこんなにね開発が後発になったかっていうとね、電車にもね理由があるんだよね。電車が来ないの、止まるの G はね。さてさて、これね遠くから紹介した方がいいな。これはね右手に見えてる、これ本当立った時この辺周辺で、比較的怒られちゃった、すごいの見ちゃった、怖いね。 Anyway 、このブルックリンのウィリアムズバーグの開発の中で立った中ではかなり先駆的な、シグネチャービルです。ウィリアムズバーグビルだったかな、 B-A-L-E ビルですね。これ入り口行っちゃうとちょっと上が見にくいので遠くからご紹介しますけれども、ここでだいたい400から500じゃないでしょうかね、一泊ね。でここはねあの屋上にねプールがあるのよ。あそこね泊まってみたいな、誰か山辺と泊まりませんかここ泊まってみたいね。あのいつか私何年か前のお誕生日の時のステイケーション話しましたけど、時々ね山辺やるんですよ。あえてマンハッタンに住んでるのにちょっとホテル一泊、すごい気分転換になるじゃない。やっぱさフロリダとかそういうところにパッてね行くのもあれなんだけど、気分転換になるけど、空港の時間がさもったいないわけですよ。パッとこういうとこ来てね、
カクテル飲んでさ、プール入ってさ、美味しいもん食べてさ、スパ行ってさ、最高じゃないですか。ねえ、ここはね、ちょっと泊まってみたい。部屋ね、見てみたいんですよね。なんかでも、私の知人がここでバースデーパーティーして、外観のワオからすると中そんなでもないかななんてちょっと言ってたかな。すごいね。でもね、どうなってんだろう。で、なぜしてここに歩いてるかというとですね、ちょっともう一回後に向こう戻りますけど、どうしても見せたいもう一個ホテルが、山部の個人的に絶対にここをおすすめしたいというホテルがあるので、そこだけちょっとご紹介していきます。皆さん、すごくないですか、この辺の開発の建物がね。だから、いかに、なんだろう、商業チックになってるかっていうのをお分かりいただけると思うんですけれども、入ってきた資本が大きすぎて、今までこう小さい感じで頑張っていた、こうなんていうの、小さい古着屋さんとかお菓子屋さんとかがさ、賃料払えなくなってきてんだよね。臭いな、この辺。あ、山部の独り言が聞こえてしまったわ。すごいでしょう、この辺も。あれはね、商業ビルね、ホテルじゃないね。ここを左に曲がります。ちょっとね、私がご紹介したいその公園の向こう側とはちょっと外れちゃうんだけど、どうしてもそのホテルだけ紹介したいので、ちょっとこのワイドアベニュー、すごいね、日本人が一番発音しにくいスペルだよ皆さん。ワイド、ワイドでございますね。というわけで、意味不明なワンポイント山部の英語レッスンが終わったところで、シグネチャーのホテル、ここはね、どちらかというとね、ご飯食べに行きたいな、泊まるというよりも、泊まるのはあっち泊まりたい、ウィリアムスバーグベールね。しつこいね、山部ね。でも誰か一緒に泊まってください。もうね、実は見えてるんだ、紹介したいホテル。でもあるアングルからじゃないと紹介したくないね。貯めてるわけ、山部貯めてるわけ。もうドキドキ3秒前見えましたね。ここです、ここがですね、本当に有名なワイズホテルなんですけれども、ここ多分ね、もう一回調べなきゃいけないですけど、すいません、ニューヨークのヒストリカルの指定ではないはずなんですけれども、1900年ぐらいのビルなんですよね。で、なんかめちゃくちゃかっこよくて、ご飯だけ食べたことあるんですけど、繊維とかのそういうファクトリーだったので、それをね、改造してやってるんだけど、めっちゃかっこよくないですか皆さん。これ素敵。この辺がこう、もう本当ベッドフォードって感じ。あ、でせっかく来たので、私がカメラさん、もう本当寄り道だらけで撮る人大変。私が前に一回取り上げてますね、ブルックリンブリュワリーです。ここめちゃくちゃ美味しいブルワリーね。入り口だけまたちょっと舐めていきます。もう当時はさ、ここでじゃなきゃ飲めなかったのに、今バー行くと大体置いてあるよね、ブルックリンね、ここのね。やっぱりさっぱりして美味しいもんね。誰か私の YouTube 見て来てくれた人いるかな。今空いてないのか。さすがに4時だ、我慢しよう。かっこいいんだよ、ここブルックリンブリュワリーね。またそのブルックリンブリュワリー取り上げた回貼り付けときますので、よかったら見てください。寄り道ばっかしちゃってるから戻ります。本当に最近多いんですよね、お引き合いが。グリーンポイントが流行ってると聞いたんですが、ここでこういうものをやりたいんですがっていうね。正直ね、こうやって私が歩いてるのをみんな見て聞いてて、まあ
自分でね自画自賛じゃないですけど、結構日本人のブローカーでこの辺マジで語れる人ってそんなにねいないと思うんですけど、かなりハードル高いですね。冒頭ちらっと言ったけど、どこまでブルックリンへの愛があるか、うん、であとブルックリンにこうたむろする人たちのなんていうのかな、癖というかあれも結構あるので、相当なあれがないと、あのニューヨークにもともと住んでいる人でオープンするのはいいんですけど、日本から新しく来るお店でグリーンポイントはねちょっとチャレンジになるかな、うん、一概には言えないけどね。まあ anyway この辺も非常に詳しく扱ってますので、ご興味があれば J1 さんにご連絡をお願いをいたします。さあちょっとフラフラと戻りましょうかね。今ね、そうそうそう、ちょうどね実はこれ撮影してる時、あれなんですよ、ファッションウィークやってんのねニューヨーク、うん、でこの辺あれないかってそんな簡単にタイミングよくないか、この辺のシグネチャーのホテルって何をするかというと、最初から普通あれじゃない、有名人がどこに住んでるとかって当たり前ですけど隠すんですけど、結構ね逆にそれ宣伝にするとかあるんですよ。ここのホテルが今ファッションウィークのこの有名デザイナーが泊まってますみたいな、バーンポスターかけたりとか、信じられないでしょ皆さん。あえてでもその人を宣伝しながらその人を囲むカクテルパーティーやったりとか、結構面白い企画ねやるんですよね。お互いにこうウィンウィンになるブランディングっていうんですかね。わ、風が強いね。すごい、平日は空いてていいわこれ。すごい、これ週末に来ようもんならね 200% 撮影できないですね。ずっとこうやって、すいません I'm sorry excuse me excuse me とか言っちゃって絶対撮れないよ。すごい人、何してんだろうね若い子たちね。そういうこと言っちゃうからおばさんなんだ。若い頃ってね、ただ友達とコーヒー飲んでるだけで楽しいんだよね。まあ我々大人もそうですね、素敵な人とワインいっぱい飲んでるだけで楽しいもんね。ここもね賃貸マンションだね、すごい数だな、うん、まあでも本当にその L 線上、実は当 J1 不動産かなり物件持ってるんですけど、一番最初このウィリアムズバーグに、なんていうの、私自身が誘致始めた頃すごかったね。我が社はね必ずこういうの、何があっても住みたいですかって、そのウィリアムズバーグベッドフォートに、なんでそんなこと聞くんですかって、答えは簡単で、物件自体の質とね市況の人気と物件の質が全く比例して追いなんていうのかな、追いついていかなかったんですよ。だから当時とか本当2000ドルの超やばい、なんでこれみたいなスタジオでも本当にガンガン金額上がっていっちゃったのね。で一番本当すごいのとか、床傾いてるとかいうレベルじゃなくて、もう便座がないとか、なんていうの、家の中で絶対車酔いするよねぐらい床曲がってるとか窓割れてるとか平気にあったんで、本当に良くないあれですよね。でとにかくザクッとした記憶では2007年か8年ですよね、このベッドフォードとグリーンポイントの大きくその商業地区としてゾーニングされていた地域が一気に許可が下りて、そのあたりからかな、本当にこれでもかってぐらい立つようになってきましたね。公園を右手に向かって今歩いてますけれども、あ、次に紹介したいところが見えてきたな。今なんだっけな、テニスじゃなくてなんか流行ってんだよね、クリケットだっけな。すごいねこの辺、こんなにたくさんテニスコートあったかな。なんかすごい勝手な偏見だけど、
ベッドフォードに住む人たちって死ぬほどビール愛してるけど運動しなそうって思ってるの私だけ。意外意外、めちゃくちゃ意外。あ、見えた見えた、みんな。あ、こっからだとちょっとアングル見えづらいかな。あのね、すごいな、すごいな、この準備。でやっぱりね、ベッドフォードって子供を育てるような場所ではなかったからあれなんですけど、やっぱり若い世代に人気が出てきちゃって、ベッドフォードは名前良くないけど、今から最後ね、目的地として見ているあのグリーンポイント、あの辺の格がね一気に良くなってきてます。さて皆さん、これバイロレストランなのか何なのか、私が知る限り今ニューヨークシティである一番かっこいい、なんとジムです。フィットネスのジム。みんなだって見て、見えるかな、カメラさん、歩いてます。ここね、総合施設としてはワンオブザトップだと思います。あの流行っている、この前のねオリンピックでもそうでしたけれども、クライミングっていうんだっけとかもすごいやってるし、でやっぱりああいうこうなんかこうなんか自分がネズミかモルモットになったかのようなあのジムって、だいたいほらマンションに入ると地下だったりとか動かない絵を見てねやることが多いんだけど、これ外で走れんの、これまるで外を走ってる気分よね。でここが出会いのカフェになっていて、総合施設すごくないですか皆さん。ここ、これはねただ紹介したいからこっち歩いてるだけで、あのちょっと山目には遠いな。ほらほらほら、クライミング、ヨガ、サイクリングとかあるの。一番下なんだろう、エアリア。しかも皆さん見逃してはならない 24/7 ですよ皆さん。それ何意味するか分かりますか。24時間7 days 空いてます。この辺のやっぱりほら人ってねえ、いろいろな生活パターンが、すごっ、カメラさんこれすごすぎます。なんじゃこりゃ、ここからオリンピック選手が生まれるかもしれんぞ。そうね、こういうことがすごい話題に上るようなジムができるってこと、あんだけテニスコートがある、これはちょっと山部がベッドフォードの住民に謝んなきゃいけないな。全然偏見持ってた、絶対この人たち運動しないだろうと思ってた。やっぱりニューヨーカーは美意識高いね。酒飲んで映画見てハンガーランドしてラリってる人たちも基本はね美意識が高いよね。そう、ここねフードドライブですよ多分。イエス、これ私いつか取材で出してると思うけれども、ここかなり積極的に行われてます。知ってる、ドネーションです。あの誰でも食べ物持ってきていいし、誰でも持って行っていいんですこれで。週末になるとね結構いろいろな食べ物が出てたりする、こういう感覚がなんかこう山部としては I love New York なんだよね。ちょっとすいません皆さん、カメラが埋まってちゃった。さてさて、この辺りから一応不動産的にも地図的にもグリーンポイントのエリアに入ってくるんですね。ここからちょっとナッソアベニューっていうところに入っていくんですけれども、この辺りからがほんの一角ですけれども、なんちゃってちょっとジャパンタウン化してるんですよ。皆さん知らないでしょう、ちょっとねジャパンタウン化してるの。まあそういうこともあってかな、お引き合いが多くてこの辺でこういうレストラン成功してるって聞いてるんですけどなんてねお話しいただくことがありますね。フランス系のナーサリー超かわいい、ウィーとか言っちゃって、ウィーだってかわいいわ、たまらんな、なんてくだらないことをべちゃくちゃべちゃくちゃ喋っておりますが、
次に私がご紹介したいお店は、もうニューヨークにお住まいの方でこう食べ物ですね、レストラン系にアンテナ張ってる方であれば必ず聞いたことがあるかと思います。島野優さんという方が開いたフレンチです。レストラン U、 YUU ですけれども、すごいよ、いろいろなね、修行を経てですけれども、念願悲願のフレンチレストランを日本人で開いたわけですけれども、日本人が経営するフレンチなのにミシェラン取ってるんですね。正直私のような庶民にも行けるような金額ではないんですけれども、ゆうくんのお店がちょうどここにあるので紹介していきます。すごいでしょみんな。私もね、最初ね、ゆうくん嘘でしょと、こんなとこでって言ったらあれだけど、大人気です。みんなすごいところ行きますよ。今なんとここにあるんです。ここ見えますか皆さん、 YUU でミシェランね、数字ついてますけど、もうかなりオーセンティックな、フレンチで、ね、私の友達も何人か行ってますけれども、ちょっと私機会がなくて行けてないんですけど、すごい。でここに U があって、ね、ちょっとこっち入ろうかな。このジャパンタウンっぽくなってる一角をお見せしたいので、ちょっとここを手前に入ります。ね、あそこもブルックリンワイナリー、いつだったかな、私かなり前、3、4年前、コロナ禍でレッドフックにあるブルックリンワイナリー紹介してますけれども、最近ね、本当にブルックリン初のお酒、ワイン、ディスティラーですね、ウイスキー系、本当に美味しくて人気が、ね、あるので、皆さんぜひここじゃなきゃ飲めないワインもあるので足を伸ばしてください。さて冒頭ね、私ベッドフォードってもう古着屋って言ったけどね、ここかなり前からある大きなお店です。ベーコンズクローゼットって言うんですけれども、ここは正直すっごいパンチ効いてますよ。このもうなんかロゴがね、もうそもそもパンチ効いてるっていうね。ここはね、うちの子とかと来るともうたまらなく楽しいらしいです。なんか2時間とかいて結局買わなかったりするんだけど、なんかでもすごくないですか本当にこの色でね、カテゴライズされているんですけど、かなり見栄えがある古着屋さんです。あれかもね、私はそういう業界のことわからないけど、こういうニューヨークの古着屋さんに来て買って、日本の古着屋さんとかでね売ってるリセールがね結構あるのかもしれないですね。それで一瞬なんとなく、なんて言うんでしょう、住宅地っぽいね感じになるんですけど、ここをワンブロックぐらいかな歩いていくと、またバーンとこう栄えてる感じに、ね、なってきて、その辺がこうなんていうのかな、ジャパンタウン化しつつあるというか、しようとしてるというか。でも私本当具体的に3社の方からこう相談をお受けしたんですけど、本当に業種によって何も言えないんですけど、厳しいことはやっぱりマンハッタンとかで一回成功して知名度上げてからこっちかなと思ってます。昔はね逆でしたよ、ちょっとした郊外型のところで賃料を抑えてスタートして、ラーメン屋なんかそうですよね。でその後マンハッタンとかいうことはありだと思いますけど、一蘭さんなんてそうですよね、ラーメン屋さんね。ちょっとね、でもね、ここグリーンポイントだけはかなりの賭けになりますね。でそしてやっぱりよく注意をしていただきたいのが、若者たちのこう番長ピープルの動きですよね。結局ね、やっぱりニューヨーカーも流行りもんが好きだから、こう一時はここにクレイジーに人が集まってたのにじゃないですけれども、動くんですよね、人の流れがね。そう、その辺はちょっと理解していないと厳しいかなと思います。でこの辺は細かいことであれなんですけど、業界の話面白いんじゃないかなと思うのでちょっとしますと、大体商業って家主さんが不動産手数料払ってくれるんですけど、この辺ね皆さんお金がないので、結構ね家主さんがコミッション払ってくれないんですよね。さてこのノーマンアベニューを左折します。ここに奥目という
びっくりするようなお店があります。ね、あの視聴者の皆さん、日本からねご視聴になられてる方多いと思うんですけど、ニューヨークのしかもブルックリンにこれっていうね、ちょっとさすがにね、あの今日は中の撮影はしませんけれども、この前ねちょっと私週末来てちらっと撮ったので、それね映像として残しますけれども、ここは、コンセプトとして、そのさっき言ったねゆうくんのお店よりも先にできてるんですけれども、最初ね私ね本当失礼ながら、これも山部も勉強不足だったんですけど、これはうまくいかないと思いました。いいですか、東京のど真ん中でも難しいと思います。出汁の専門店なんですね。で入り口にねポットが置いてあって、この出汁で取ったスープっていうのを飲ませていただけるんです、無料で。確かにみんな美味しいって飲むんだけど、買うまではいかないですよね。結局だし文化がある私からするといただいたらすごく嬉しいですけど、アメリカ人だし何使っていいんだろうっていうね。ところがやっぱりこの辺住む人って本当フーディーで食べ物にすごく興味があるから、そのねゆうくんのお店が大変な人気であるように、だしを使ったもうフレンチというかね洋食というのを作り始めているのだそうです。すごい人気で、奥にねここのだしを使った美味しいねレストランも併設されてるんですね。すごいよね、ほらすごくない、だしお米。これは本当にあの本当に失礼ながらうまくいかないと思いましたけれども、今まあ言葉あれですがやっとっていうのかな、まあ、火がつきました。で、どんどんねちょっと中心部から外れているんですけれども、あえてちょっと紹介したい場所があるのでちょっとお付き合いいただきながらね、山辺を見ながらこの背景をね見るとパンチ効いてて楽しいでしょ。遊びたくなりませんね、山辺ってお酒飲みたくなりません。この辺すごい面白いの。まあこうこの辺なんかも全部一角インダストリアルだったわけですけれども、今そこの角かな、これは一見普通に見えるコーヒーハウスですけど、ここねスカンジナビア系のカフェですよ。スカンジナビア、あのスモークサーモンとかそっち系がすごく美味しいカフェ。どうしてそれでいきなり We buy Pokemon cards、 なんでだ。いいや、皆さんあのポケモンカードをお持ちの方はここで買い取ってくれるそうなので。威圧的な黄色い壁、すごいね、もうガン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 あちこちから工事の音が聞こえてくるよ。また建ててるね、すごいね。ちょっとここを渡ります。これね、うわすごいね、またすんごいの立ちますねあれね。はい、ここビンビン酒ということで、この店名に関してのコメントは、少々差し控えさせていただきますけれども、ビンビン酒という、誰がつけたんじゃっていうね、本当にね思わず入りたくなっちゃいますけれども、酒屋さんです。日本酒がたくさん置いてある酒屋さんなんですね。でそれを少しだけ過ぎると、私が今一番注目していると言っても過言ではないかな、めちゃくちゃ美味しい和食屋さんがあるんですね。ゆうくんのお店はフレンチですけど、ここ Rule of Thirds っていうねちょっと不思議な名前なんですけれども、ここにねあるんです、 Rule of Thirds、 すごい美味しいです。興味ある方、ニューヨーク住んでる方、ウェブサイトだけでもご覧になってみてください。いかに日本人が真剣にやってるお店かっていうのがねお分かりいただけると思う。でやっぱり言いにくいですけれどもね、日本人じゃない人がオーナーになってるなんちゃってのお店がやたらあって、イラッとくることもあるんですけど、ここはもうで小さいプライベートパーティーとかもここやってくれるので、ちょっとオツでしょ皆さん、ここがなんと入り口なんです。ここが入り口なんです。まあ、普通ねちょっとわからないと思うんですけれども、ここはね10人から15人ぐらいのスモールパーティーやるにはかなり映えるお店なので、
そして本当に美味しい、本当に美味しい。あの、言い方失礼だけど、どの店も真剣だと思うんですけれども、すごく真剣に日本食と向き合って勝負してるお店だと、山辺イエルプ5点です。はい、ではですね、ちょっと、Gトレインの那須アベニューまで戻りたいと思います。まだまだ続きますのでお楽しみに。はい、ベッドフォードからですね、ナッソーアベニューの方に歩いてまいりました。なんとなくそのベッドフォードのね、かっこいい雰囲気、皆さんも雰囲気感だけでもね、あの、伝わってくれたら嬉しいなと思いますけれども、ここナッソーアベニューから一駅北上いたしまして、グリーンポイントに向かって歩きますけれども、このね、マンハッタンアベニューというところね、私上がっていきます。で、感じてくださいね、山辺のファンは山辺を見たいと思うんだけど、私じゃなくて街の雰囲気がガラッと変わるのをね、ちょっと皆さんに分かっていただきたいなと思います。もともとですね、ちょっとだけ、ネタといいますか、皆さんに情報としてお知らせいたしますと、このグリーンポイントというのは、本物のグリーンポイントというのは、ポーランド、ポーリッシュ系の貧しい方々、が作っていった町なんですね。で、本当に、事実として申し上げると、すごく経済的に苦しいポーリッシュ系がすごく多かったんです。ですから、この辺の奥入った家主さんとか、もうこんな人気になっちゃって、何が起きてるんだろうでと思ってるのおばあちゃんね、たくさんいますよ、絶対にね、人気ばっかりが。街の雰囲気が変わるの分かるかな、いまだにこうパパママのストアが結構まだね残っている。どこだったっけな、あれ、どっかに、ちょっと待ってね、老舗のドーナツ屋があったと思うんだけど、この辺歩いてるとめちゃくちゃポーランドの言葉聞こえてくるし、ポーランド系のね、ベーカリーとかもたくさんありますね。50年60年の確か歴史を持つピーターパンじゃなくてパン、なんだっけな、あ、これピーターパンだよ、これ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 、60年の歴史を誇るドーナツ屋さん。えぐいくらいに砂糖じゃ。でもね、結構おいしいです、ここ実は。ポーリッシュ系のベーカリーってマンハッタンにもたくさんあるんですけど、あのね、見た目ほど甘くない、結構おいしいお店もねありますね。まあ正直、ベタベタな言い方になっちゃうんですけど、分かりやすく言うと、この本当の地図でいうグリーンポイントって見てわかると思いますけどね、おしゃれじゃないんですよ実は。あんまり本当にそのポーランド系の人たちが普通に住んでいる、まあ、商店街みたいな感じになってるんですけど、あの、ですから冒頭でも申し上げましたけど、皆さんが興味ある見たかったのって、私がね、この街ブラの前半で話した方を紹介した方、ベッドフォード異北なんじゃないかなっていうことをね思っていたので、ここを歩けるの私だけだ、紹介しなきゃなって思ってね、ちょっと歩いてますけれどもね、未だに99セントストアとかさあるんですよね。で、もうすぐですね、今日の最終着地点が見えてまいりますけれども、でやっぱりそのグリーンポイントって安いから、あの、他ベッドフォードと比べると家もね、だからちょっと出場が悪いけど、マンハッタンに出るのがすごい出場が悪いのよね。簡単に言うと、クイーンズとブルックにつなげてる電車だから、車だとすごく近いのに、すぐそこにマンハッタン見えるのにちょっと不便なのよね。まあそういうこともあって、火がつかなかったからこそ、こう住宅地安くね抑えられてる感じもあるのかなと思います。
いいね、なんか皆さんに話すの忘れて見ちゃう。ちょっと久しぶりなんですよ、ここ歩くのはね。ベイカーズダーズン、ふむふむ。まあでもちょっと、一時よりもいろいろな人種が住み始めてますね。本当に本当に昔はね、めちゃくちゃもうベタベタにポーリッシュでしたね。私のママ友ポーリッシュなんですけど、一回彼女のご実家行った時にちょっと焦りました。久々に外国来ちゃいました状態でもうポーリッシュだらけで、今は本当にいいね、こうやっていろんな人種がさ、お互いをこうリスペクトしてサラダボールのように楽しく暮らしてるっていうのはね、いいね。でね、今日の着地点が見えてるんだけどね、あれ一箇所私あそこ紹介したいなと思ってたところが潰れちゃったかな、多分あそこかな。遠くからね見せた方が、後で間近でも見せますけど、カメラさん今右奥に教会が見えてると思うんですけれども、あれはかなり有名な、これはもうヒストリカルに指定されてる、なんていう教会だったかな、忘れちゃった、セイントアントニーだったかな。何が言いたいかというとですね、ポーリッシュ家ってもうコテコテのカトリックの人とジューイッシュに正直分かれるんですけれども、まあ皆さんいずれにしてもどの宗派であっても本当に当時貧しかったみたい でやっぱりこうやってニューヨークをですね、いろんなところを歩くと気づいていただきたいのが、貧しい地域 だからこそ教会多いんですよ。わかります？教会がやたらあるところって昔すごく貧しかった地域なんですね。そこはあそこの大きな教会を筆頭にこの地域をパリッシュって言いまして、1個だけじゃないんですよ、教会群っていう意味なんですね。ここのなんていうのかな、親分がいてのれんわけじゃないですけれども、小さな教会がおびただしくあります、この辺はね。そう、あ、カフェリビエラ、もうねここ中入るとね、ポーランド人しかいないです。ポーリッシュですよ。ここはね、実は見かけによらずそんなに古いお店じゃないんですけど、コテコテの ポーランド系のお菓子が食べれます。ここは結構有名なお菓子があるんだよね。こうなんかロールされたね、よかったら皆さん買っていただけたらと思いますけど、すごくないですか皆さん、この教会綺麗だな、すごいな、綺麗、すごく綺麗。ちょっとね今日は中入りませんけど、すごい中綺麗なんですよ。私一回ブラブラしてたらちょうど空いたところで、なんかIsn't it cool, huh?褒められちゃったカメラ。私じゃないよみんな。カメラ褒められた。どうですか皆さん。知らないでしょブルックリンにこんなところがあるって。めちゃくちゃ大きいねこの教会。でやっぱりニューヨークにいてね素敵だなと思うんですけど、こういうところってそのオリジナルのポーランド系の人、英語、そしてスペイン語、3回に分けてねミサとか行われるんですよ。やっぱり自分の言葉でね信仰をしたいっていうのがあって、でも信じているものは同じ神様っていう感じなんですね。はい、はい、一応ですね今日の最終目的地である G トレインのグリーンポイントアベニューに、到着して、ここで今日は皆さんありがとうございましたって言おうと思ったんですけど、欲張り山辺ちょっと皆さんにもう一個おまけ、ワンブロックだけお付き合いください。せっかくなので、
最後山部が何を見せるかというとですね、なんとなくこうまあおしゃれ度ちょっと映えるみたいなのってね、ベッドフォード側なんだけど、グリーンポイントに実はね映えスポットがあるんですよ。映画館かと思ったらスターバックスコーヒーだよ。どんだけだよまずい、なんか壺にはまってしまったね。スターバックスコーヒーと映画やってるみたいじゃない、これ。驚きました。映画って言えばね、エミー賞取りましたね、将軍ね、真田さんね。ああいう人を見るとね、自分もね同じ気持ち忘れたくない。やっぱりね、情熱を持ち続けて自分を信じてもう頑張り続けるしかない。裏でどんな努力をされてきた方だろうと思いますよね。はい、そしてここです、ケントストリートを曲がります。ここはですね、ふふふ、最近山部このネタ得意かもしれない、ヒストリカルシテイクなんですよ。ここ、このねグリーンポイントって一角だけものすごくおしゃれで、こう私の目線わかるかな、トリーラインがすごく綺麗だと思うんですけれども、ほらここも教会でしょ、たくさんあるの教会が。こうやってで昔はさ、そうやって本当に移民でやってきて貧しくてってね、ポーリッシュはやっぱりポーリッシュ中はすごく壮絶な歴史を持ってますので、そういう人たちが肩寄せ合ってこういうところでね町を形成しながら頑張っていったんですよ、ね、でここは外観も本当にいじれない、綺麗でしょう。ここの一角、あここに書いてありますね、ニューヨークランドマークスリゾベーションプリゾベーションコミッショングリーンポイントヒストリカル、ほらね、そうなの、ここね、ここ一角全部ですね。ケントだけじゃないんだ、でもケントが一番有名なんだけどね。どうですかカメラさん、綺麗でしょう。こういうところに住むのもいいね。またそこも教会、教会だらけ。はい、というわけでかなり、長いダラダラ街ブラになりましたけれども、なんかね今回ねちょっと最後まで見ていただいた方にも感謝しかないです。切りたくなかったんですよね、この分かりますか、ベッドフォードからグリーンポイントへのこの流れであったりとか、いきなり雰囲気が変わるよっていうのもご理解いただきたかったので、ちょっとダラダラ歩きました。ニューヨークお住まいの方であまりねマンハッタンから出る機会がないよ、ね、クイーンズから出る機会ないよなんていう方本当に多いことと思いますけれども、日本にいらっしゃる方はね来ること正直できないと思います。でもニューヨーク住んでる方はそこじゃないですか、電車ピョッピョッ、ウーバーピョッピョッって乗ってね、今一番情報発信されているこのグリーンポイント、足を運んでみてはいかがでしょうか。本日もご覧いただきましてありがとうございました。来週はこの先にあるグリーンポイントの新築マンションのルームツアーから始める予定です。お楽しみにしてください。 Thank you so much for watching. Bye.